全仏オープンの女子ダブルス試合での失格により、加藤美多田選手は、ジミが打ったボールが、ボルガールに直撃し、不運な出来事が起こりました。しかし、彼女は、その後、失格の原因となったボルガールとの写真を笑顔で、SNS に投稿し、元気に、ボルガールを続けていると聞いて、嬉しいですという、メッセージを添えました。加藤選手は、女子ダブルスの3回戦での出来事を受け、ペアと共に、大会からの敗退を余儀なくされました。しかし、その後の4日後、彼女は、混合ダブルスの決勝にドイツのティム・プッツ選手と組んで、臨み、四大大会初有価値を達成しました。加藤選手は休暇に、自身のツイッターを更新し、ボールガールとの写真を投稿しました。そして、あなたが元気にボールガールを続けていると、聞いて、嬉しいです。幸運を祈っていますというメッセージを添えました。また会えることを楽しみにしています。その投稿は、9日の夕方時点で、約2万件のいいねがつき、リツイートは3000件近くに達しました。この投稿には、この気持ちは、ボールガールに伝わりましたねといったコメントや、混合ダブルス優勝おめでとうございます。テニスの世界で再会できますようにといった優勝を祝福するコメントが寄せられています。